お待たせ、アンタッチャブル家ほくりクイズ。なんか新しい声。北陸3県の過去現在未来にまつわるクイズに答えてもらおうというコーナーです。初登場の石川健六です。よろしく。よろしくお願いします。さてシークリンデさん、はい、石川県に戻ってきて何年ぐらいなんだっけ。私5年になります。5年、はい、ちょっと昔の問題は難しいかもしれないね。そう、東京に住んでた頃はちょっと石川県の情報が薄いかもしれないです。はい、一方のマッキーは石川県に来てどれくらいになるのかな。30年になります。30年。あのね、先輩の能登香川さんから聞いてるよ。マッキーは何でも知ってるんだって。ハードル上げるね。マッキーが間違えるわけないよね。確かに。そしてアリサちゃん、はい、大学生以外はずっと金沢にいるんだって。そうですよ、金沢に生まれました。間違えるわけないよね。もちろん。はい、そんな3人に挑戦していただくのは石川県民にはぜひ知っておいてもらいたい問題だ。では第1問。1872年、明治5年4月に当時金沢市にあった県庁がある場所に移転しました。移転した場所は今でいうどの市でしょうか。金沢市じゃない時期があったんだね、実はね。1番能美市、2番白山市、3番珠洲市。能美市、白山市、珠洲市、どこかな。さあ考えてもらおう。シークリンデさんの顔がちょっと険しいけれども、これかな。シークリンデさんは1番。さあお二人も出して出して、せーの、はい、ほいどん、はい、マッキーはのみ、はい、そしてアリサちゃんは涼しい3番。意見が割れました、うん、いいねみんな。いいね、いいね、いいね。ちょっとどうなの、はい、正解はこちら。え、お、みんな違うんだけど。違うんですよ、言い訳じゃないけど、三河っていうのは知ってたのよ。あ、そう。あれ、三河ということは知ってたのに間違えたということは、三河が合併して飲み師になったと思ったってこと。マッキー頼むよ。たくさんですね。三河よ、三河。答え見ていこう。2005年に合併して白山市になりましたが、旧三河町に一時県庁があったんですね。実は当時県の名前も金沢県だったのが、県庁が石川郡三河町に移ったことで石川県に変わりました。当時能登の大部分が七尾県として別の県だったので、県庁が金沢だと北に偏りすぎだというのが移転の表向きの理由。でも一説には明治維新の時に当時の金沢藩が新政府に協力しなかったからなど、いろいろな説があるんです。ちなみに県庁は翌年の1月にはまた県庁に移転し、今に至ります。ですから三河町の県庁は1年にも満たない短期間だったということなんですね。さすがのシークリンデさんも明治の頃の話は知らなかったかな。全く知らないですね。まさか白山市にっていう。でもなんかたまに金沢の子と県外の人、うん、あ、金沢県出身なんだって言われる時あって、違うからって思うんですけど、はい、昔金沢県あったんです、ね、そうなんですね。でちなみにね、あのシークリンデさんとマッキーの飲み市っていうのはまあ分からんでもないんですよ、うん、鈴っていうのはね。3番能登地域に県庁があった時期、その頃は七尾県だったわけですからね。そう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 、間違いということでした。そうか、はい、では第2問いきましょう。第2問は富山からの問題です、はい。4月に入って富山湾では白エビ漁が始まる時期、うん、そうそう。新港の道の駅で実際にあるメニューはどれでしょうか。白エビバーガー、白エビシェイク、白エビアイス。さあ、いきますよ、せーの。早いよ、ちょっと早すぎ。ちょっと白エビシェイクは、なんかさ、この手の問題難しいやって。なんかね、どれもありそうで美味しそうだよね。どれも美味しそう、うん、ちょっと全部あるんでないかな。一番シンプルに行った方がいいかな。あ、はい、道の駅に、はい、行きましょう、2人は。あ、もう早い、はい。じゃあ、白いバーガーがシークリンデさんだとマッキー、はい、で、アリサちゃんはアイスね。アイス、はい、正解いきましょう、正解こちら。よ
よし、白エビバーガー食べてみたい。ストレートでした。変化球ではありませんでした。こう裏を解説とダメ、はい、毎年4月に漁が解禁される白エビは富山湾の宝石とも言われています。そんな白エビを使った白エビバーガーが食べられるのは射水市の道の駅カモンパーク新港です。サクサクの白エビかき揚げと自家製タルタルソースがマッチして人気を集めているということです。1個420円。ちなみに地元では白エビと呼ばれていますが正式には白エビというんだそうで、他の地域で白エビというと車エビ科の別のエビを指すらしいから注意が必要なんだって。違うんだ、ね、はい、あれあれありさちゃん、なんかちょっとまた今日も調子悪い。でも私の中ではやっぱりこうちょっと裏を書いていったら正解するっていうのが今まで学習してきたことだったからアイスにしたんだけど本当に顔が笑顔がなくなっちゃったよアリサちゃん。はい、ということでマッキーとシークリデさんはお見事でした。またやられたよということで、まあ一問正解が2人というなりますね、うん、ちなみにね、マキ知ってる？この北陸クイズっていうコーナーはね、うん、HAB の YouTube にもアップされるからね、恥ずかしい答えをするとね、残っちゃうということがあるんで気をつけてね。また来週、あ、バイバーイ。もうちょっと時間あるからもう一回やらない？1問目からバイバーイ。